俺に忍者をやらせたら右に出るもののはいない、うん、ダメっぽい忍術だと0インチで飛ばすっていう本当に面白いのがある痛いな本当になんでそれある今回忍術を教えてくれるのが陣丸さんです陣丸さん、はい、すごいねいや嬉しいよ、うん、忍者憧れてましたからおおハゲもするのこれなんか こういうタイプの忍者はいましたかねかつてはいたくさんいたと思いますあいました本当ですか、はい、あれ意外と言ってますね、はい、一番最初にもう基本になってるのが忍者なので念を練るっていうのがとても大事なんですよね、うんうん、ブルース・リーは、まあ、中国武将のブルースが有名ですけど、うん、ワンインチパンチって言って3センチぐらい、ワンインチ離れたところからパンチをして人を飛ばしてますね、うんうんうん、忍術だと0インチでいけるんですよえ0インチ、もう0インチで飛ばすっていう本当に面白いのがあるんですよねお一人その壁のちょっと前ぐらいに立ってもらって誰か撃たれるって撃ちたい撃ちたいって飛ばされる俺なの、はいなんで自動的に俺なの0インチいや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 大丈夫なんで俺って決まってんだよゼロだもんね、ピタッとつけるんだね、うん、ここから念を飛ばすんですよ、そうするとこうやって人が飛ぶんですこうやって人が飛ぶんですこうやって人が飛ぶんです痛いな痛いなじゃない力では無理なんですよね力じゃないんだ力じゃ無理なんです筋力では無理なんです念、ね、念で飛ばすこうクロスさせておくんですよね、で思いっきり下に押してください思いっきり、はい、この腕を下げるようにやってみてください。まあ、下がらないですね。同じように、やってみてください。で、こう、下げられる、下げる、下げてみてください。下げてください。はい、まあ、人間の手は筋力では下がらないんですよね。で、念を送っていくと、頑張ってあげてくださいね。頑張って。でも、耐えられないんですよ。本当になんで念の手。念なの、ね、ちょっとやってみて。頑張って耐えていく。ああ、すごい。すごい。これ念なの。これ念なの。何念って。こんな風に重くなる。ああ、なんか。念だ。手はだって、ほら、力入ってないのは確かに。頑張って耐えても耐えられないです。これが念だ。これ筋力とか。筋力じゃない。じゃないですか。全く力抜いてやってるので、うん。気持ちの問題ですか。念なんで、気持ちとかをそう、やばなこと聞いてんじゃねえ念だって言ってんのえ、すげえ念の正体これが大体まああと1分後にはできるようになります1分で、はい、知りたいな念ばっか出そうじゃあツッコミで念出したらダメですよねすごい危ない地中で埋まりますよねちょっと念やめてこれの真ん中に念が流れてるような骨が硬くなったようなイメージをするんですよねほうほうほう骨が硬くなったイメージをしてこの接点の1点に集中するんですこの1点だけを下に押すんです そ, うでそこから今度はそうもっとここが重くなったようなイメージで下に押していくそうそうそうするとだんだんこう耐えられなくなってできてるじゃんできてるじゃんできてるじゃん粘着感は本当頭に血の音なんですよさらにぐーっと真下にさささで下げていくさささささささこうするとなんか筋力と違う流れを感じますよ、ねうん、これが念の練り方念が流れたことですよ骨に念が流れたらそういう感覚になるんですよなんだろう本当に口では説明できないそうこれ体験してからよくわかるんですけど、うん、いや力入ってるなすごい柔らかく筋肉は柔らかくてもいいんですよだから別に筋トレしなくていいんじゃない忍者だこの人忍者だすごいすげえねー大体動画で見ると絶対それやらせだろうと思うんですよ、はい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 、でも体験するとみんな感動するんですよ、うん、どうですか念、ねね、今の念なの今念分かんない分かんない念、ね、違いが分かんないの天井でネズミが動いても、うん、長い棒でこう刺す、うん、あるそれあるそれ忍者じゃないこっちあ、それ殿様そうあ、殿様の方です侍の方侍の方侍の方忍者あるあるしてるあ、忍者ある忍者ある忍者ある
ンの術で水に入ってる時に、水その筒の上にテントウムシが止まって息ができなくなる。ある、それあるかもしれない、かもしれない、ね、そうそうなんですよ、うん、あそこに虫が止まっちゃってね、うん、はい、あともう一個あるんじゃない、まあ、もちろんあります、すごい、それはあります。水の上を歩く術を行くとき、はい、歩く術をやるときに、うん、そのついついあの家のあのアイロンつけっぱなしかなと思ってこう走ってるときピタッと止まったときに沈んじゃう。ある、それある。長い。あれあれが長い。やばい、ツッコミ二刀流ダメだよ。ワンボケに対して二ツッコミ多いから。これ持ってみよう。